高速バス、ヨカロ用車両高速バス、ヨカロ用車両乗り合いか前の会員制ツアーバス、ヨカロの車両博多駅畜し地ち貸し切りバス駐車場に停車中の貸切バス時代のヨカロ。全ルートとも博多到着、出発が同一時刻であったため、その時間帯には、写真のように多数のヨカロバスが集中していた、キャナルシティ、博多停留所に進入する乗り合いかごのヨカロバス。 高地ホルート、平戸フレアイバスで使用していた一般路線車。すでに廃車となっている2013年時点の南部地区用フレアイバス車両、日産、シュビリアン、中部地区用のオムニノーバーマルチライダーとイスズジャーニー、ヨカロは福岡県福岡市と長崎県平戸市を結んでいた高速バス路線である。2009年に会員制ツアーバスとして運行開始し、 2010年から2013年にかけて、ヨカロのブランド名で、福岡平戸館だけでなく、福岡市と九州西部、中部各地の温泉地や地方都市を結ぶ、会員制高速ツアーバスとして、事業拡大を進めた。年会費を支払い会員登録することで、運行路線前線に1年間乗り放題という、独自のビジネスモデルを展開し、多数の会員を集めた。しかし、 新高速乗り合いバス化を経て2014年に福岡平戸間を残して休止し別会社の YBU に事業譲渡。この譲渡時点ではヨカロのブランドはそのまま引き継がれたが2019年8月27日にサツキ観光が消滅したことによりヨカロブランドは消滅した。本記事ではこの会員制ツアーバス新高速乗り合いバスを一時期運営していた。 株式会社ヨカロについても記述する。1965年創業。1994年3月10日付で、有限会社、早田商店の名で会社として設立され、後に有限会社ソーダに、社名変更した。当初は、食品卸売業などを営んでいた。1999年4月に平戸バスの称号で、貸切バス事業を開始、2002年4月に、 平戸市から委託を受け、コミュニティバス、平戸ふれあいバスの運行を開始した。2009年から、福岡市と平戸市をはじめ九州内各地を結ぶ、高速バス、よかろを運行したが、経営難に陥り2014年11月に、従業員組合に譲渡した。関連会社として、野菜のりの製造を行う、株式会社アイルがある。運行開始の経緯福岡市と松浦市、 平戸市の間にはかつて昭和バスや西越バスが長距離バスを運行していたが2000年頃までに全て廃止されそれ以降福岡市と平戸市を乗り換えなしで結ぶ公共交通はなかったその後指定旅館の宿泊者に限り福岡平戸館を格安で乗車できる貸切バスが運行されたこともあった2009年に社団法人平戸観光協会が主体となり 通うように旅する、平戸満喫ファンツーリズム構築プロジェクトという取り組みが実施されることになり、同年6月30日に平成21年度地方の元気再生事業の一つとして選定された。これは主に福岡都市圏をターゲットとして何度も平戸を訪れる観光利用の促進を図った開園制の事業で会費を年間3000円とし、 会員期間中に何度でも乗れる福岡平戸間、直通バスの運行や、来訪促進のための滞在型商品企画の情報提供、平戸での施設優待特典といったことが企画、実施された。この事業の一環として、2009年10月1日に運行開始されたのが会員制バス、ヨカロで、実際のバスの運行業務は、平戸観光協会の会員でもあった有限会社、 そうだが言った。1日に往復の運行で、途中、松浦市内にも停車し、年会費3000円を支払うことで、平戸、松浦福岡間を何度でも乗車することができた。また、会員証の提示により、旅館の宿泊料や入浴料、平戸城、松浦資料博物館の入場料、平戸観光協会直営売店での買い物の割引などの特典があった。 社団法人ヨカロによる運営へ、平戸観光協会が主体となる運営は1年間に、わたって実施され2010年9月30日限りで、終了し、翌10月1日以降、平戸観光協会の会員で立ち上げた、一般社団法人ヨカロが主体となる形で運営が開始された。年会費は3000円から4000円となったが、愛称名はこれまでと同じくヨカロで、 バスの運行業務は引き続き、ソーダが行い、各種特典も継続された。路線網の拡大2010年に、大分県武田市で、ヨカロバスを運行するための実行委員会が立ち上げられ、地域活性化交付金を活用して、武田市側に事務局を設置するなど、運営体制を整え、2011年4月1日から、福岡武田間にもヨカロバスの運行が開始された。 福岡竹田間のヨカロバスは、福岡平戸間のヨカロバスと同時刻に福岡に到着し、同時刻に福岡を出発するダイヤで、会員は福岡平戸間と福岡竹田間の両方のヨカロバスに乗車可能であり、追加料金なしで両路線を福岡で乗り継ぐことも可能であった。そのため、ヨカロバスを通して、平戸市と竹田市の観光交流といったことも、 考えられていた。その後、2011年7月1日には3、ルート目として、福岡薄機関を運行開始した後、概ね3ヶ月ごとに、九州西部、中央部各地の観光地や地方都市と福岡市を結ぶルートを新設し、2013年1月に、福岡再開橋間を運行開始して、全部で8ルートとなった。各 ルートとも福岡行きが朝と昼過ぎ、福岡発が午前中と夕方のに往復運行され、よかろ会員になれば有効期間内はこれらの全ルート、区間を問わず、追加料金を支払うことなく何度でも乗車することが可能であった。また、新規に開設したルートの各経由地、発着地との地域観光協会などと提携し、経由地、発着地の飲食店や宿泊施設などで、 会員カードを提示することにより、各種サービスを受けることができた。会員新規ルートの開設に合わせて、会員数は2011年9月25日に2万人、2012年2月6日に3万人、同年5月21日に4万人、同年10月1日に5万人、2013年1月22日に6万人、同年4月17日に7万人に達した。 2012年7月1日には1年間の期間限定でプレミアム会員制度を導入した。プレミアム会員は年会費が1万円で乗車当日に空席があれば予約なしで乗車可能であるほかバスに乗車する際に一般会員より先に乗車することができた。乗り合いバスか2012年に発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故を受けた。 道路運送法改正により、都市間、ツアーバスは、新高速乗り合いバスに、携帯変更されることとなった。ヨカロは、会員制バスであったが、都市間、ツアーバスと、同様、2013年8月1日より、乗り合いバス化された。乗り合いバス化により、各停車地に、バス停留所を新設することとなったため、福岡の発着地はこれまでの博多駅築し口から、 キャナルシティ博多に変更されたほか、他の各地域の発着地も一部変更された。運営は一般社団法人ヨカロからソーダによる直営となり、直後にソーダは株式会社ヨカロに社名を変更した。乗り合いか後も開運性乗り放題は継続し、引き続き各路線に往復が運行された。停留所、営業所の新設などによる費用負担増のため、 2013年度より年会費を4000円から5000円に値上げし、さらに同年8月21日には日本再生トラストがヨカロの第三者割当増資を引き受け資本参加している。経営再建と運休、ヨカロは日本再生トラストの資本参加に伴い同社の代表が社長となり、それまでの代表取締役は退任して顧問に就任し4000万円の増資を行った。 しかし、その前代表取締役が手掛けていた他の事業による負債を含めたヨカロの負債総額は2億2000万円に上り、経営再建が困難と判断されたため、指摘整理による経営再建を行うことになった。2014年1月にこの指摘整理を発表した時点では、全路線とも運行を継続していたが、同年10月2日に運転手不足により、 高千穂ルートを運休した後、資金繰りの悪化により、同年10月11日に平戸ルートを除く7路線、全線を運休した。後に、経営状態の悪化のため運休直前の時期に、従業員への賃金不払いがあったことも、発覚している。ヨカロバスユニオンによる、運行継続とヨカロブランドの終焉。ヨカロは、日本再生トラストから4000万円の出資と、 約2億円の融資を受けても、再建回収及び支払い調整のメドがつかないことから指摘再建の方針を変更し、2014年10月に従業員組合、ヨカロバスユニオンによるんぼを実施した。ヨカロバスユニオンは、会員制高速バス事業と貸切バス事業をヨカロより継続し、約3万2千人の会員もヨカロバスユニオンに引き継がれた。 ヨカロバスユニオンはその後、YBU 株式会社と社名変更し、ヨカロバスの事業を行っている。7路線運休時には、運休期間を約3ヶ月間とし2015年1月10日までに運行再開を行いたいとしていたが、その後6ヶ月間延長し、さらにそれ以降も復活していない。2015年4月29日にハウステンボスルートを再開したが、 運行経費の問題により、翌2016年1月18日に再び運休し、これ以降、平戸線1路線のみの運行に戻っている。2016年8月1日には2枚4枚6枚、乗車券と1ヶ月定期券を発売開始し、新規の会員の募集と会員券の更新を終了した。これにより、ヨカロが運行開始以来続けてきた。 会員制乗り放題の制度が消滅することとなった。その後、残った平戸線については、停車地の増加や、運行本数の増発などの拡大策も実施されたが、2019年に、株式会社ヨカロが、九州運輸局へ、廃業届を提出し、同年8月27日より、さつ観光に、継承され、愛称が、さつハイウェイとなった。運行時刻や、 運賃などはそのまま引き継がれ運行を継続するが、10年間に渡り運営元や運営形態を変えつつ続いてきたヨカロのブランドは消滅することとなった。年表乗り合いか時点で8路線あったが、2014年10月に福岡平戸間の1路線を残して休止、以後は一時期に2路線にあったものの最終的には1路線となっていた。空席があれば、 予約なしで乗車可能で、運賃前払い方式。予約する場合は、運賃と別に予約料が必要で、乗車時に運賃と共に支払う。運行開始当初は、完全会員制であったが、2013年の乗り合い過後に非会員運賃が設定され、各路線とも空席があれば非会員でも、運賃を支払い乗車することが可能となった。通常運賃は路線により1500円均一。 または2000円均一であった。福岡平戸館は2016年8月の開園制終了に伴い、乗車区間に応じた運賃に改められ、区間により従来の非会員運賃に比べ値上げ、または値下げとなった。同時に2枚4枚6枚綴り回数券と1、ヶ月定期券が発売開始された。1ヶ月定期券は通常運賃を基準に算出しているため、 以前の年会費に比べ大幅に高額となっている。運行開始から7路線運休までは、高千穂ルート以外では主に大型の観光バス使用車両が使用され、高千穂ルートではマイクロバスが使用されていた。7路線運休以後は利用者が減少し、利用者の少ない平日を中心に小型の観光バス使用車両で運行することもあった。一般貸し切バス事業のほか。 大村協定場無料バスの平戸口佐々日湯駅、廃棄駅川棚駅かれ根駅、ボートレース上間や平戸市内の病院の無料送迎バスも運行していた。なお、貸切バス事業も高速バス路線と同様に、よかろバスユニオンに譲渡された。2002年より、平戸ふれあいバスを運行していたが、2014年11月8日より、運休した。ありがとうございます。